裏の部分でね、例えばこの前にセバスチャンは何を考えていて何をしてたのかだったりとかっていうものもより前の時よりすごい考えるようになって、お芝居するようになったので、それが深みとして、お芝居の深みとして、なんか表現できるんじゃないかなと思って日々やっております。稽古中とかね、自分のシーンとかじゃない時とかはもう常に黒執事の漫画読んでずっと。で、家にDVD に、家帰ったら黒執事のアニメの DVD を見てっていう可能をずっとやってますよ。常に自分の中で原作のセバスチャンっていうものからちょっとでもそれたくないから、常にそれはベースとして置いてます、僕は。はい、でも黒執事って、あれほんまにさ、俺さ、もう一回最初から読み直してるんよ、あれ。やっぱり面白いわ、あれすごい面白いですね。みんな見てる？見てるやんな。結構僕の周りでも、まあ、知ってる人いてもまだ読んだことないって方とかもね、いたりとかするんですけど、めっちゃ勧めてんのよ。いや、面白いから見てみてって言って。そう。ねえ、まあそれで、まあ共演者の方とかも結構みんな仲良くて、僕もね、なんか変にみんなのことを知ってる状態で入っていったらさ、なんか逆に構えてしまいそうで、あんまりなんか、何もみんなのこと知らない状態で初めて会った時にどうも初めましてってなるように、まあ今だったら名前入れたらだってね、調べれるわけじゃないですか。で、まあまあそういうのを見ずにね、行ったりとかしゃべると、本当にみんなね、いい人たちばっかりです。まあこの間のバグズバリューの時もそうでしたけど、本当に今回もそうで、まあ、舞台とかね、ミュージカルっていうのは、一緒に、みんなと一緒に作り上げていくもんなんで、まあ、人対人なわけじゃないですか。だから、どの立場の人も、なんかすごい、みんないい人たちばっかりですごいや、稽古でやってて気持ちがいいですね。はい。人見知りはしてないけど、俺人見知りなくなってきたかも。そう、本当に。これマジで、本当に。最初はもちろんありますけど、結構すぐに馴染んでいけるっていう感じですかね。なんかまあ僕も、まあ、座長っていうのは、まあ多少は意識しますし、なんかそんな人見知りとかね、そんなこと言ってられないし、まあその前にすごいみんな、すごい楽しいんで、一緒に笑い合いながらやってます。今日も稽古中ね、なんか一個ね、抜け出せないツボがあってね、もうね、結構シリアスなシーンで思いっきり笑っちゃったりとかしてたんですよ、僕。はい。なかなか、あんまないんですけどね、稽古中に耐えれなくて笑っちゃうってことも。そう。あとは3年ぶりといえば、まあ、演出家の桜子さんもそうなんですけども、まあ、共演者の方だったら、葬儀アンダーテイカーの泉さんだったりとか、あとは、グレル・サトクリフ役の上原拓也君とかは、すごい、3年ぶりなんで、でもね、グレル役のね、タックンや、タックンって書いてるけど、もう俺はもう、慣れ慣れしく、もう、タクヤって呼ぶようになっちゃいましたけども、なんか、3年前の時ね、まあ別に仲良かったんですけど、全然プライベートで遊ぶとか、どっか行くっていうほどではなかったです。僕もやっぱりまだ19やったし、前の時が。ね。でも、まあ、今回会って、その稽古入る前に、これでまあ言ったよな、俺な、その偶然、街でっていうか、まあ、服屋で偶然会って、また稽古でって言って、いや、すげえ仲いいです、今。本当にね、これはね、冗談言い合える感じの仲の良さになってきた感じだから、俺もすごい嬉しいです。まあ、全然、役者の活動としては先輩ですし、まあ、年齢的にも僕より2つ上とかなんで先輩なんですけど、本当になんかね、そういう、なんていうかな、先輩っていう感じでも、来ないですし、なんかすごい僕も、すごい付き合いやすいか。なんか感じで接してくれるんで、すごいよくしてもらってますね。楽しいですよ。そうそう、みんな書いてるけど、ファッションとかね、趣味がすごい一緒、本当に。もうね、もうお芝居のことで黒執事とかは結構グレルとセバスチャンのさ、掛け合いのとことかもあるから、そういうとことかももちろん話したりするんですけど、それ以外でも結構音楽のこととかファッションのこととかは、乖離しなとかずっと話したりしてます。
そうそう。この間も俺、インスタグラムであげましたけど、そう、あれ、靴の写真ありましたけど、すごい趣味が似てるから、いつも来て、あ、あれやん、あ、これやん、みたいなことを、なんか二人で話したりとかしてて。だから、なかなかね、こういう仕事してても、自分と結構趣味がぴったり合う方って、なかなか出会うチャンスってなかったりするんですけども、本当に、なんかな、すごい趣味の合う人ですね。すげえ楽しいです。はい。ファッション被るのは嫌じゃないんですか。そうそう、これね、ここよ。俺も全然いいし、拓也も全然いいと思ってるんですよ。思ってて。で、まあ、やっぱ同じものを持ってたりもあるんよ。だから、稽古とかで、履いてきたりとかで、例えば靴だったりとかでも、同じの履いてきたりとか、被ったりするやん。全然、俺らはいいね。二人はいいねんけど、周りのツッコミが恥ずかしい。え、なんで一緒なんとか言われるのはすごい恥ずかしいから、拓也が、例えば今日履いてたら、よし、じゃあ次の日はきっと履かんやろうから、明日履こうとか、そうやって計算してるんです、一応俺は。全然被ってもいいんですけど、なんか、いや、被ってもそれはそれでイエーってなるんですけど、なんか、女の子同士が被るのはいいけど、なんか、男同士が被るのもなんかちょっと、恥ずかしいっちゃ恥ずかしいしな、みたいな、なんか、あるんですよね。でもすげえ楽しいです、本当に。本当にそういうところも含めて楽しいです。あと、葬儀アンダーテイカーの泉さんは、結構、全然年齢も上の大先輩の方ですけど、結構いじらせてもらってます。はい。結構ね、3年前本当にみんなに言われるんですけど、顔合わせの時とかに、ゆうやくんってそんな喋ったっけ？とか言われて。ゆうやくんってそんな喋ったっけ？とか言われて、いや、まあ確かにあの時そんなにみんなと、まあ、仲良くなかったとかっていうわけではなくて、まあ、舞台の、まあ、取り組み方っていうのも分かんなかったし、本当に自分の役にひたすらまっすぐにそれだけをやってたって感じがしたんですよね。だからまあ、別にクールぶってたわけでもないし、なんかでもそういうとこもあったんかなとか思いつつね。でも3年って経ったら、そうそう、まあ、成長してるんですかね。はい。なんか顔も大人になったねとか言われて、ああ、まあ、すごい嬉しいことですけど、やっぱ自分は毎日自分っていう存在と接してるんで、ね、そんな成長とか変化とか気づかないものですけど、そうやって言ってもらえると嬉しいですね。はい。今、上原くんはゆうやって呼んでるんですかって、ゆうやって呼んでますよ、全然。ゆうや、たくや。ごめんね、最初ね、たくやくん、いや、これは、拓也くんで言ったら、これは距離が縮まらへんと思って、俺も拓也って、拓也って読んでいいって言って、でも呼び始めました。まあ一応ね、もう全然先輩なんで、もうそこはね、ちゃんと。まあ俺でも言っても日本のその一個違いぐらいで、敬語使う敬語使わないの差はよく俺は、わかんないんですけども、ね。はい。大人の階段でね。あ、ゆうやくん骨型クッキー食べた。結構詳しいな。結構詳しいな。そうそう、みんな仲良く。で、この間ね、そのメンバーで、王様のブランチに出演しまして、6人ぐらいかな。で、出まして、ぐらいの、まあ、ブログにも書きましたけど、あれぐらいの人数で、あんまああいうゲストとして呼んでもらったことはないので、まあ、前回ね、ドリームハイってミュージカルでは、水田幸喜くんと2人で出ましたけども、今回6人だったんで、すげえわちゃわちゃなんでやろうなと思いながら、もう僕もね、6人もいたから、全く緊張もせず、すごいなんか楽しかったですね。はい。そうそう。あれですね、中川内、まさくんとかね。まさくんとか、結構まあ、頑張って笑い取ろうとしてましたけど、もうね、楽屋でもずっと喋ってるんですよ。で、ずっと喋ってて、ようめっちゃ元気やなとか思ってたら、緊張してるからめっちゃ喋るらしくて、もうみんな脇汗やばいじゃないって。すごい楽しかったですね、本当に。なんか、そう、座長らしかったって書いてあるので、まあ、俺もおもろいこと何も言えなかったですけどね、もうみんなが持ってくから、なんか、まともなことしか言われなかったわ。ヒデ君、そう、ドルイとね、もうすごいよ、鏡すごい見て、俺もあの時撮影で、ブランチの時言いましたけど、そう、撮影の時もずっと自撮り。